はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日もですね、また車の点検整備とかね、今やってるんですけど、今日は雨が降っててね、外の磨き作業とかがやりづらいです。なんで今日はとりあえず、室内で、まあ工場でできる仕事の方を優先的にやろうかってことでね、今やってました。これね、先日山形の方より、ご契約いただいた、 YouTube を見ててくれたね、お客様の方で、ご契約いただいたライフになります。これ明日の引き渡しの段取りになるんで、今ね最終点検と思いながら、点検業務かけて、今タイヤ交換とかもねやるのに今やってました。こちらのライフですね、ありがとうございます。あと、今日はこちらのライフパステル、これは今からうちの方で、車検を起こして店頭に出すようにということでね、今シカちゃんの方で、車検点検をやってもらってます。あ、もうでも点検終わったんだね。あれ、そうだね、私がちょっと事務所にこもってるうちに多分もう終わらしちゃったね。パスター塗ってます。せっかくだから抜いとこうかな。こんな感じでね、まあ、そんなに錆びてないね、そんな錆びてないんだけど、一応やっぱりやっといた方がいいから。マフラーも穴は開いてないみたいだね。21年式かな、そのくらいの年式のライフパステル、いいね、早い。こんな感じでね、がっちりと下回りの錆止め塗装ですね、やってもらってます。このホンダライフは燃費もいいしさ、故障リスクも少なくて、うちではかなりおすすめしてる車種だね。そんでね、他のメーカーと比べて若干あの人気的に、人気がねちょっとないのかな。だからね、物がいいんだけど結構あの安めに買えるのが多いんですよ。だからピースはね、基本20万30万の軽自動車がメインの車屋なんですけども、なんかもうだから一番ライフの取り扱いが非常に多いです。これいいんだ、壊れなくてね、物いいのがね結構安く買ってこれるからさ、本当にいいな、これおすすめ、ホンダライフって。なんだろう、あのね、まあしょっちゅうも動画で喋ってるけどさ、高いからあの車がいいとかそういうことはないんですよ。結局やっぱ需要と供給のバランスがあるんでね、みんなが欲しがるようなものはある程度やっぱり物の状態がどうこう関係なく値段張っちゃうんですね。なんだけど比較的こう需要が少ないところになると、やっぱり結構買いやすい金額でね、あの物のいいものが仕入れができたりするんでね。なんかそんなことやりながらやってるし、ホンダライフとかホンダゼストが多くなっちゃったね、ピースでは。まあ、他のメーカーのもちろんやっぱムーブとかね、タントとか、あとワゴン R、スティングレイ、オッティ、イケワゴン、まあいろんなやっぱ置いてはいるけどね。で決してあのなんだろう、物の悪いものは仕入れはしないようにはしてはいるんですけどね。でもちろん20万30万くらいで乗れるようなものを、しっかりとメンテナンスかけながらね、タイミング、ウェルドの交換とかさ、やっぱりその消耗パーツの交換中のはやっぱりやったりとかね、安心して乗れるのかなと思うんで、基本的にはもう全部しっかりとメンテナンスかけて車検を通して、もうあとはお客様のお手元に届いたらガソリンだけ入れればもう乗れるように仕上げてからね、うちではやるようにやっております。いいね。今日はね、珍しく2人とも午前中工場の方の仕事ができてます。最近ね、シェカちゃんは毎日毎日あの福島陸運局までさ、だいたい70キロはうちからあるんですよ、毎日走ってもらってます毎日だよ大変だよね本当に、ね、でもやっぱりね、車検点検やって車検に走ってもらって、本当にね、そのおかげでピースはね、こうやって車をこう安定しながらこうね、なんだろう、供給できるような感じかな。うち人いないから私とシカちゃんとケンイチの3人が基本的にこの現場の方回すようなね、本当に200台オーバーの在庫あります。在庫はね200台オーバー、あとは事務所の仕事はね、あのうちの嫁さんとさ、事務員さん、
ね、一応あのサポートとしてねやってもらってはいるんだけど、あでも事務員さんのねあの美穂ちゃんっていう子もいるんですけども、美穂ちゃんにもねあの車検の方走ってもらってます事務員さんでねお願いしてるんだけど、うん、あのもう登録業務とかやってもらいながらもう福島の方まで行くついでにね、やっぱ140キロ往復あるんですけども、まあまあ片道70キロもう車の方ね、カビナンバーつけて、自走で、まあ、テスト走行含めてさ走ってもらいながら、あのシガちゃんの後ろついてってもらって、あの車検業務もやってもらってさ本当にあのみんなで力合わせてやってますまあうちはちっちゃな会社だからさ、本当にあの一人一人がなんかこうある程度役割分担はしてねしっかりとやってはいるんだけど、なんかみんないろんなことやっぱりやってるよケンイチもね、あの基本的にはさ、うちはあのこんなコーティング専門店とかさそんな上り立てたりしてたけど、ケンイチは基本ねコーティングだがルームクリーニングをメインとしてやってるんだけど、やっぱりねあのシガちゃん一人で工場の方の整備かの方やっぱり追いつかないのも実際のところあるからね、そこのところはもう建築の方がやっぱサポート入れてもらいながらね、うん、ルームクリーニングとかね外装の仕上げなんかも、まあ私なんかも、まあできる限り建築のサポートしながらさ、外装のコーティングじゃない、いや磨きはね私がやるとさ下手くそだから私やんないけど、洗車業務とかルームクリーニングぐらいはね私も建築のサポートしながらやってる感じです本当にでも楽しいな、毎日面白くてしょうがねえな毎日がね。今日も朝さ、うち9時から仕事やってるんですけど、もう3人でさ朝のミーティングみたいなさ、まあただコーヒー飲みながらペラペラ喋ってるんだけど、今日は午前中車検がねえからなんて喋っててね、なかなかこう、ね、作業の方にかからないでもう笑いながらさ30分くらいなんかヘラヘラしてさ、そうそう仕事やんねえと落ち着かねえなこれとか言いながらね今始まってやってたんですけども、あっという間にでも点検の方がシガちゃん終わらしちゃった私もねちょっと今あのなんだ自分の方のさ自分仕事やってからと思ってね今動画撮りに来たんですけどもいいね、多分ケンイチでもこれ明日の引き渡しだけどタイヤ交換これね、YouTube をさ見てるお客様の方でご契約いただいてね、で、タイヤサービスでうちでは出してはいるんですよ、もうどんな車でも軽自動車、新品タイヤ、中古ホイールで、サービスって形でご制約プレゼントねやるようにはしてはいるんですけれども、今回ねこちらのライフの方がお客様の方で、まあ、タイヤの方はちょっとうちの方で違うもので対応させてもらうんですけども、タイヤの中古タイヤの方解体屋さんからうちで今ドカドカって仕入れてたやつの動画も見てくれてたみたいで、その中で映ってたこの、ミニライトっていうかね、これのちゃんとした名前がミニライトっていうこのホイールを映ってたのを、ね、見てくれてて、山形の方からね、わざわざ買いに来てくれたんですよ。山形から2時間3時間ぐらいかかるかな、わざわざ動画を見てすぐに買いに来ましたみたいな感じで言っていただいちゃってさ、いやもう申し訳ないです、お電話1本いただければ対応できましたよなんて言ったけどさ、わざわざ来てくれてね本当にありがたいですよ。でとりあえず、まあ、これにつけるってことでうちの方でご依頼があったんでね、今明日車の取り来るってことだったので、こちらの方今タイヤの方脱着ですね、ケンイチにね最後の仕上げでやってもらってます。下回りは多分パスタとかもうみんな終わらしてるんだね、ちょっと軽く覗こうかなあ、やってやるね、下回りの仕上げはもう終わってるんだ。で、あとは外装の方もやったのかな、まあ一応今ケンイチに任せてるんで、まあ明日引き渡しだからってことでね、全部仕上げの方がお願いするような。これケンイチさ、外装はあと高騰材までやった？やってねえべ？あ、磨いたのな。了解了解。もう磨きはもう入ってるみたいですね。うん、そうだね。だからこんだけ撥水効いてんだこれ。これ。うん。じゃあもうタイヤをつけて、もう一回軽く外装の洗いをやって終わりか。そうだね。まあそんな感じで、日々いろんなことやってます。
あと今ちょっとお話ししたタイヤの方もね、中古タイヤ一応うちの方で、こんな感じのタイヤたち、中古タイヤ、中古アルミのもので、1セット1万円で販売してます。ただ店頭販売でのみご対応できればって形でね、今のところね、どうしても打ち合わせ、さっきも言ったけど少人数でやってるもんでね、発送手配とかがちょっと今のところなかなか対応が難しくてさ、うん、うちの方に来ていただければこんな感じの、ね、今からタイヤの方も、プレハブをうちの方で今手配、かけてるところで、来週かな届く予定なんですよ、うん、このプレハブと同じサイズね、これ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 と同じサイズの一つ買ったんですよ、中古のやつだけどさ。でそこでタイヤをいっぱい入れて、タイヤの販売をタイヤハウス、うん、なんつったらいいんだろうね、タイヤハウスだと車のタイヤハウスみたいになるってね、この間コメント入ってたけど確かにそうなんだよね。まあ一応そんな、うん、プルハブでタイヤをいっぱい入れて、販売用のやつをね、作りますんで、今在庫集めてるところです。まあ、車のことも、タイヤのことも何でもご相談いただければと思います。ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。